版はかもしらんね。配信前に違うね、薄いの塗っとったけど、なんかちょっと幸薄かったやけん塗り足した。私あんなね、も普段のね何も塗ってないやつはさ、もうドス黒い唇の色をしてるのさ初見です、嘘です。まだ会えぬでござる。まだ、まあ、まだ会えるさ、チャンスはあるさ。フォローしました、ありがとう。にょ、こんばんは。なかなか当たらないでござるか当たらない、どこにも見当たらないでござるか。こんばんは。サブアカでしか、なんでやろ今日一度また、あれそうだっけ、今日まだ一個も当たってない。はじめましてじゃないじゃん。ちょっと私今ちょっとペペやってますね。でもみんな休憩タイムです全然当たる、なかなかじゃ、どころじゃなかったね、今日当たりましたですね、一回。そうそうそう、あと星2つ、半夜え、そのさ、星がさ増えていくのってさ、何回ごとに増えていくの、どういう星ん、パラダイスのさ、そう、岡山香川、ね、ゆりなさんすごい強い、全然さ、なんかもう追いつけないというか、どんどん離されていくねみんな強いです。10回ごとに一つ増えるんか。え、じゃけんパラダイスになってから50回当たるにゃわいんってこと、ね、星ってすごいんだね。38回、4番、あ、そっか、30回でハピネスか、ん、30回でパラダイスになれるんか、違ったっけ。今日は早いです。そう、今日はね、でももうね、お風呂も入ったんですよ運動してきたから。だからね、もうあとは化粧はね軽くしたので、そう、もうね完璧です。カマチのミニ、ちょっと待って、カマチのミニカマチってなんやってなんやってしか言わんけどどね、え、マジ、アールちゃん満足しちゃダメですから。なんかさ、あのさっきさ755にコメント来てたんだけどさ、時間合わせするとポイント減るの、今日のメイクはこれオレンジメイク、ウインクできないんだ私、オレンジメイク、そうならない、わかんない、なんかあのコメントが来てて、減るからやらない方がいいみたいな、なんか感じのコメントが来てたけん、どうなんじゃろうと思って、死んだおばあちゃんが言ってた、わかんない、家辺だね私。あ、減るってこと、あ、わかった、あれだってけんさ、一人しか勝てれんけん、一人しか勝てれんけん、こう実際効率的にその推しメンポイント自体はみんながバラバラにやって、それぞれが勝った方がポイントが高いんじゃないかってこと、ってことかな。待ち時間がもったいないってことか。でもさ、言うてみんなもさ、ハートに限りあるやんな、そういうことなのかな、よくわかんないけど、どうなんだろうと思って、みんな聞こうと思ってて、バテン追放令、そう、 JST がね、まあ、の携帯で2台使えるときは JST 見てる、そうそうそう、差があるけんか、バーストしなければね、そうね、そうなん、でもさ勝つ勝率か、そうだよね、勝つ、みんながさ私と戦った、戦、あれだよね、あの
あのあれだよね、そう、かつみんな誰4人中3人しか勝てれんけんってことやから、そうってことだもんね。ウキピッピピョンチーさんと駅のってめないさん、コンペイトとハートありがとう。そうそうそう、かつほんまじゃあ勝率って言わへんじゃん。でもそうだよね、当たった方がさあ、多分そうだよね、違う他の違うファンの人たちと当たって勝った方がいいってことだよね多分。そんなに変わらないじゃあいっか。だってさ、親密度どう、みんな上がってきてますか。私の一押し力は、カードの一押し力は上がってきてますでしょうか。でもしてそのいや全然全然そうだよね、4人別は4人負ける可能性ってあるし、そんな変わんないか。勝てない、私なんかなんかいつも勝ってる気がするんだけど、割と気のせいかな。今のままでいいよ、 OK。 今 8? 何 ?8 位ってこと。あれ私5位だえ、そんなもんだよ、そんなもん。初対戦だとごめんなさい。いやだって勝ちたいじゃん。そうね、そうそうそう、結果的に増える、そうだよね。夕晩はでもさ、ほんと岡田さん強すぎ、どんどんね点数がね、一回抜かされてね、抜かし返したのにね、また点数がのピュアーで強すぎ、強すぎますねで、あのあれだね、個人的に、まあ、なんかみんなに無理してほしくないのはもちろんなんだけど、この順位は、あのこの順位、あのイベント参加メンバーの中のこの順位はあの守りたいですね。目標の予選に行きながら、行けたらね、行けたらの話、無理は禁物。分母が違うの、そう、それはそうだよ、だって多分1億倍ぐらい多いよ1億倍ぐらいさ多いと思う。だからさ、すごいんだよ、私たちの、私のファン3分え全部間に合ってる、間に合ってないことがないそう、その笑顔を守りたいとか言ったら笑っちゃったじゃん、どうしてくれるねん。ね、ユーナーさんに挟まれてる、多分ね誰しもがここに来たいって思ってると思う、ユーナーさんのファン30億人あ、そう、人口全員になっちゃうのか、それは違うかお、家に帰る、お帰り。3分ちょうどいいね、本当に。顔赤い、夕上がり30人、いやでも今も30人じゃないね、普段30人だったかもしれないでも100人はいるか、ドボンランキング読んでるんだもんね。反射神経どういうこと、夜お楽しみにして、なになになに、ちょっとやってみようね。だからさ、あの今はあれだけど絶対ね、本選ってさ投票じゃん、私絶対最弱ビンゴのイベントって何、あーあれか、あれかあれだな、AK ビンゴネオか。ファンのランキング1日に1回くらい見るかな、そんな頻繁には見てないです。ネバーと当たるまで寝れませんやば、投票はね分かんない。なんかさ、多分だけどね、まあじゃあ私がじゃあ予選でスクミス持ってない、みんなお家に送ってくれたら着るか、いや着ないかなんかさ、そう だからさもし本戦行けたところで、私超多分まずファン数歴的にもね違うから、でもなんかだからってなんかその有力な人に投票するじゃなくて、なんかあれ意外とかまっち投票集まってんじゃんって思わせたい
送りつけやめてくださいやめてください。え、ねえ、そう、他のゲームなんかさ、私さっき文章読んだらさ、累計ポイントからってことはさ、今も他のゲームやっといた方がいいってこと？ね、集計サイトはそう6位なんですよ。いつの間にか安田百音さんを抜かしてしまいまして。どこ目指してるん？ね、とりあえずね、今後来年度活動がうまくいくところを目指しているそう、あの爪をね引っかいていきたいと思います。ガリガリガリ。アンインストールした。でもアカウント残ってるんじゃない？残ってないのかな。はじめまして。本当？そう、でもそしたらさ、絶対だってさ、見た写真集やグラビアが見たいって言ったらさ、絶対ゆきなちゃんじゃないと思うんですよ、みんな的に痛いって言われた。ごめんごめんごめん。そうそうそう、爪痕をね、あのリアル爪痕を残していきたいと思います。どうなんでしょうね切り裂くあったよね、必殺技。え、そっちゃけなんかもう望みがないから、なんか投票しないとか、もし行けた時にね、じゃなくて、そう、できるとこまで頑張りたい、かまちゆきなです、イエーイ。そう、福留がね分けてくれるらしいの。そう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 、いや、そりゃそうだよねそりゃそうだよね、ゆりなさん、のぎさん見たいよねガガガガガガガ。そうだよね。でもなんかさ、それこそさ、1時間の回復の都合ちょうどよくさ、夜とかね、昼間はみんなお仕事とか、まあ、夜お仕事の人もいるかもしれないけど、そうそうそう、友達も分けてくれるの？ここここってあ勝手に上がっていく、強すぎます。岡山香川のよしライバルじゃないくてね、お仲良しよしみだからね、テレビ局的にね。今日は1時間くらい加工して歪み加工とかあるんだもんね。そう、伸びしろマックス、ここ透明な水着は水着じゃなくないね、そう、累計ポイントに応じてってさ、この3月の累計ポイントが、ん？ 3 月の累計ポイントがさ、の累計ポイントなのか、4月の累計ポイントなのか、どうなんだろうね。頑張ってる人応援してます。じゃあ私頑張る頑張る。そう、ゆっきーは多分ね、マジでね、しかもなんか多分ね、今回終わったらね、もうイベントね、なかなかね、よしやろうっていうね、なんか決断にはね、多分ね、数億年後にないとできない気がするので4月の累計なの？3月の累計はさ、関係ないの？3月の累計は関係ないのかな。そう、離婚してるんです。え、しんちゃん、違う、これ今あれだからさ、いつもと同じ画角だけでさ、実はさ、ほらこれね、今あのあれなの、今座ってるんですけど、今ここ地上から170センチのとこにいるから、立ったらね、ほら190 何の話って絶対これメール読んでない人分かんない話すぎたかもしれない。4月の累計なの？そうなのか。えあ、数億年、そうそうそう。定期便メールって何？そうなの、私に遭遇してる人多い？嬉しい。私もでもね、あんまねできてないの。今日もね運動しててさ、
そう、運動に行ってたから、そう、その間はねできてませんでした。必死に運動して汗かきまくりましたがめっちゃ豆腐メンタルですよ、ゆきなさん3月9日ってさ、私も歌ったよ、流れる季節、歌っちゃダメだアジさん、ハートありがとう。よしよし、今ね、こっそりね、ここでね、こっそりやっております、喋りながら。引きこもってるのね、分かったよ、私、まこにゃんさんって。汗かいた肌きれいになる？もっと頑張る。え、オートね、まだ一回も使ってない。でもね、あの本当にたまにね、朝とかね、寝落ちしてて本当になんか申し訳ない感じになってたりする時ありなんですもう何回か寝落ちしてて気づいたらさ、私なんかあのね、寝るじゃん、でね、意識がここにあるじゃんか、でね、ここにあるじゃん、それをね、寝て本当に眠い時ってここに飛ばせるんよ、伝わる？ここに、あ、めっちゃ光ってる、ここにある意識をピョンって後ろに飛ばしてもなんかなかったことにできるんですよ。それをね、ドボンしながらしちゃうんですよ。わかんない？伝わる？なんかさなんていうの、意識、なんか感覚的にね、感覚的に。兄はね、今一緒に住んでないから、そう、なんかさ、寝てるじゃん、寝てる時ってさ、あー今寝てるって思ってる思うじゃん、今寝てるって。それをなんか、でもここって若干脳に意識があるやつをふってこう後ろに飛ばすみたいな感じ。何言ってる？じゃあマジでこれマジ。わかんないかな。ケンさんハートありがとう。え、わかんない。違う、疲れてるとかじゃなくて、私もなんかこう数時間、なんか短時間でこう本気で睡眠をしたい時に何の話をしてるんですかって言われちゃった。そう、短時間で睡眠をあのしたい時に、しっかり深い睡眠したい時に、こう浅い眠りじゃなくてふって飛ばして深い眠りに持っていくっていうやつ伝わってよみんな。ケミストリーさん、ポンチさん、コンペイトありがとう。髪をか、また言われた、髪を片耳かけておこうか、はい、ちょっとなんかもうちょっと残そう。カウンセラー紹介しましょうかって言われちゃったわかんないかな、これ特技なんですけどね、なんか 短時間でいっぱい寝るっていう、なんか調整できてる気分になれるそう調整して気分になれる、ノンレムとレムをね。そう、わかんない。そうなの、100日経ったの、毎日アイドルから。そう、眠気 の塊が脳にいるの。そう、日本語だよ。じゃあ違う、あ、いい病院はちょっと知りたいけど、でも今は違う、大丈夫よ、大将どうも大将なれるかな、私。すっごいさ、見てみ、このへっぽこな大将。そう、中富の塊がいるんですよそう、え、気のせいじゃなくて、その気持ちが大事なの。プラシーボ効果はちょっと分かりかねるかも。天童さん自覚夢、なんだ、わかんない、全くわかんない、嘘ん
うん、ちょっと待ってね。なんかあのコメント欄が直らないやつについてちょっと連絡が今来て、再インストールをしてほしいということだそうです。塊だよ、かわざとだよ、かまたりなのわざとだよ。知ってた、私ね日本史大好きなの。でもさ、中富の塊ちゃんって言いたくならない、くんだったあ、そう、逆に天才、そういうこと、そうなの。これさ、そう、でも原因が分かんないみたい。ちょっとお待ち。ねデータ消えた、ピエンピエンピエンだからちょっと待ってね。そうなの、変だからちょっとね、ちゃんとあのパスワードとかがあるかを見て、あ、スクショした。小野の妹こそ男の子なのね、日本ねね、じゃあさ、日本史の歴史さ、誰が好き引き継ぎ設定、引き継ぎ設定しといた方がいいのか、これは最初の、そういうことか。坂上の田村麻呂見たすき見たすきが好きなの。ちょっと待って、でもね最初にね、あのもう渡されてあるので、それを入れたらいいみたい。待って待って、誰誰、種ヶ島、種ヶ島、そんな人いたっけ、どこの人だよ渋沢一あれじゃん。あーなるほど、吉宗さん、和歌山出身じゃけんってことか。なるほどね、ちょっと待ってね。桂太郎で、かまちはやっぱり桂太郎桂太郎、違う、山本権兵衛、桂太郎、種菓子なんかした人。え、本当にね、日本史の教科書今すぐみんな調べて、イケメンなの、桂太郎と山本権兵衛。歴史上の人物なろうかな、なれるかな、私教科書にさ、将来何したら乗れると思う、こんな私でも今からでなんかしてさ乗る方法。え、そう、イケメンなの、教科書に載ってるやつ、違う、頭の髪の毛とか関係ないから。同居長宗我部さんってさ、なんか岡山にいない、なんか岡山に多そうじゃない、なんか見たことある。え、まあネットとかで調べて出てくるかも。桂小五郎じゃない、違う、桂太郎ですよ、あの総理大臣の生山いまいおやいかそかさの人ですよ。じゃあ引き継いだのでちょっと一旦消してみますね。うわ怖い、うわ怖い、怖いな。よし、でもやるしかないので、はい、鉄砲のコロナの薬を作ったら、でももう作ってあるじゃん、それはもう遅い、今から何かできることないかな。なんか歌丸さん、あ、四国か、邪剣岡山にもおるんかもしれんね。大都会が、え、クソ消えたの、あ、そっか消したのか私。
あ、聞かない、え、聞かないの？え、もう、え、輪生もしかして。輪生、輪生私もやってた、やらされてた、めっちゃ嫌い。大塩平八郎。あれは何なの、あの薬は。ワクチンか。女性初の総理大臣だってさ。私だってあの法学部じゃないんですの。がんを感知する。え、だってさ、そうやって私そういうことができるさ、専門職になれてないじゃん。なんかこんな普通の私でもどうにか教科書に載る方法。クーデターとかお子さんと無理か。チリ、チリはね、私あれしかわかんない。飲酒春春戦国心全冠心五冠三国心南北朝隋と五代草原民心中華民国中華人民共和国。ヘイ、田中角栄さんわかるよ。だってさ、それは嫌だけど、それぐらいしかさ、やる方法ないよねって思ってさ。どうしたらいいんでしょうか。あ、そう、私これしかね、わかんない。チリ、チリ、これチリだっけ、世界史か。あ、確かに科学の教科書にさ、確かにな。あの、あれも載りたかったな、あのパンフレット。パンフレットさ、なんかあるじゃないですか。学校の、そう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 、私アイドルになってからお誘い来て断ったんです。ダメだから。そう、ちょっと乗ってみたかったかも。だってなんかさ、白衣着たところ、こうね、来るの、カメラマンさんがこうシュッシュッとか言って、ね、実験してるところとかを撮りに来るんですよ。私乗ってないんですけどね。お、引き継ぎてきたけど治らなかった。そうね、学校バレちゃうの。そう、そうそうそう。どんまい、どんまい。乗ってるの、すごっ。受験、治んない、治んなかった。治んなかったですって言おう。治んなかった。変えすぎで、変えすぎはないと思う。じゃなくてね、コメントに、コメントを私投稿する場所がなくなっちゃったんですよ。消えちゃって。そう、だからコメントさえできないの、私今。だからみんなからいいねをもらうことさえできないの。ハンドパワーでも治んなかった。ダウン。アリちゃん、一般人モードになって、え、でもだってさ、本人登場となってるのにね。なんでだろう。ライバルからの反射。そんなわけあるか、あるか。もうね、そう、私めっちゃ今日ハルピョンさんと超対戦したのさ。だけどさ、もうハルピョンさんもさ、ほら仲良しだと私は思ってるからさ、もうあのいっぱい、もうお互いちょっとね、こうシュタンポーをわーってずっと押してて、ね、超楽しい。ライバルだけど。え、ダメそう。ミク、なんか多分一定期間コメントしてないとコメントの表示なくなるんですよ、みんなからね、見えるの。でも私らはいつでもコメント投稿できる機能がついてるんだけど。そう、ハルピョンさんね、奇跡ぐらいになっちゃった。ね、ハルピョンさん超強い。
当たりましたね当たったね、イエイ。そう、コインがね、でも今 自力でめっちゃゲームしてるからさ、それで貯めてはいるんですがなんで出てこないの、出てきてよ。オプション設定ないないよ かまちじゃなかった、パラダイス行ってるって言おうと思ったのに、私じゃないんかい。早いね、ハッピーハッピーしちゃう。どうしたらいいんですかね。そう、ゆきちゃんと、そう、あ、え、あ、ショールーム中に当たったの、私ゆきちゃんと引き継ぎした。ちょっと一回やってみる。え、なんかそのもう言って、でそれで多分で原因を調査してくれたけど原因分からずみたいらしい。え、私一生コメントできないの、不利じゃん、ショックじゃん。違う違う、24時間耐久してないんですよ違う違う、やはりじゃなくてさ、本当にさ、前も言ったけどさ、全然やってないよそんな。なんでだろうね。ね、もうダメじゃん。なんで私サポートからさ、問い合わせる。でもスタッフさん聞いてくれたけん。え、でもね、もういろいろ試したけどね、治んなかった。うん、キャッシュクリアもしてもね、ダメだったんだ。そう、ショック。主人公気質あるやんって、ポジティブかポジティブすぎないそれ。タンブマーボーさんハートありがとう。いや、すくみず好きすぎない今度は。みんな、え、今アプリ一回消したので、もう一回インストールした。なんかしてみてって言われてしてみたんだけどダメでした。ドボンアバターもらいました、イエーイ。そう、コメントをするとして、みんながいいねをしてくださるとね、ユッキーナはコインがもらえるんですよ。それでガチャで私を引いて強化をねできるはずなんですけど、そうみんなは休憩タイムだから、休憩していいんだからね。そう、あ、今までコメントできなかった日分のコインだいたいくださいって計算してて私がね、いっぱいあのゲームをすればねコインは稼げるんですけど、そうそうそう、え、嬉しい。100万くらいもらっちゃう。じゃあそれでみんなでご飯、え、ん、現金に変えちゃってみんなでご飯に行こうあ、でもコロナだからダメか、大勢だったら密だもんね。どうしよっか、4人ずつぐらいどっか、あ、監禁場所とかなかったっけ。そっか、ないのかよっしゃ、違います嘘です、嘘ですよえ、でもね、なんかね、この間間違えてさ、ぼーっと寝落ち、ね、なんかほんまうとうとしてたら間違えてガチャ回しちゃってさ、4000コインなくしちゃったけど取り戻したよ美味しいよね。でもさ、ポエムって多分ね岡山じゃない気がする。若干岡山でもめっちゃやってるけど、写真集、そうだね、もら、そうだね、写真集それで作れるねゴチになります、はいはい、私がじゃあもうビッグになったらゴチしなきゃですね。
休憩してるよ私、全然休憩してる。みんなが思ってるよりね、サボってる。サボってる？サボってる？単発で出たの？一回弾けただけで、すごっ。ポピー100万円分もいらんじゃろう。あ、おにぎり屋さんなんか見たことある、買ったことないけど。あ、やばい、 CM 来た。おにぎり屋さん、なんかさ、今日もさ、あのさ、いつも思うんだけどさ、コンビニのおにぎりってさ、ここにさ、乗ってなんか中に入ってるじゃん。でもなんかさ、おしゃれな、なんかちょっといいおにぎりってなんでここに乗ってるのって思わない？質問みんなに。そう、岡山に行った方がいいよってことだと思う。お、知ってる方に出会った。行き直しじゃないけど、知ってる方、よく来てくださる方に出会いました。同じこと思ってた？だよね、だよね。だってさ、なんか中にでも入ってるの？あ、ドボンだ、すごい、超強い。本当は中にも入ってるの？え、なに、知り、え、いいな、必殺技私にも教えてよ、勝つ方法。でも私ね、2回連続勝ったの今回は。あ、え、ね、そのスキップランキングでさ、私がサボってるかどうかがバレるのがさ、恥ずかしいんだけど、どうしたらいいの？3時間どこにいるの？嘘、また半開きになってた私、やっぱ閉じよう。かわいさました？何も出てこないってば。ね、そうなんだよ。だってさ、あれ、この1時間ユッキーナ1個もスキップ回数増えてないなってさ、なるじゃん。いや、ハルピョンさんだって全部のポイント負けてるよ、あの個人のやつさ、すごいもん。あ、そうか、勝つ方、そうだよね、そうだよね。え、そう、知らなかった。私さ、春休みにさ、レミとさ遊ぼうって言ってたんだけどさ、レミたんお稽古頑張ってるからな、会えないじゃんね。具材かけるように。お、え、負けてる。そうだよね、そう、スキップが全然出ないんだよって。そうそうそう、そういうことにしよう。スキップがさ、本当に私なんかじゃないけど、スキップの引き悪くてさーって言おうと。でも明日じゃ、私おりんさんとかに泣かされちゃうから、明日用事があるから。え、ハルピョンさんはさ、いつ寝てるんだろう。苦しいわけ、分かった、出ないことはない、わかんない、出ないかもしれない。そう、まだ全然稽古の予定はないから、ちょっとさ、なんかさ、ドボン本当に一日中さ、できる状態なのがさ、で嬉しいんだけど、なんかちょっと虚しくなる。本音。やばい、ドロスリー食らった。なんかいいなって、お仕事で忙しいっていいなってなってる。でもね、まあ、私これすることしかできないからね、今。7億寝てないやん、絶対。この7億が考えちゃダメ、考えちゃうのよ、私。3時寝てないやん、絶対。そう、だからね、今はね、これしかできないのでね。そう、あ、ドボンも仕事ですよ、確かに、それはそうですね、それはそうでした、それはそうなんですがって。にゃん吉さん、ハートありがとう。私はね、
超寝てるので本当に超寝てる。ね、そう、今はね、私ドボンを必死に頑張って爪をでね、引っかいて引っかきまくるくらいしかできないので頑張りまーす。海援隊さん、さっちゃんさん、たこさん、ありがとう。4時半、え、てかなんかさ、そのさ、あの、まずあのさっきからさ、3時だとかさ、2時だとかさ、4時半だとか、ゆうきと当たったって言うけどさ、そメンバーもそうだけど、みんなもなんで起きてんの？なんでみんなも起きてるんだろう、なんで。だってさ、当たってるってことはさ、みんな起きてるってことでしょ。最後に多分つけるんかい。あ、そうか、確かにね、あの夜勤系の人もおるかもしらんけどね。2時、いや私もね、一時期は毎日ね 4,5 時に寝てたよ。あの自粛期間、緊急事態宣言の時とかさ。そうけど最近は寝てます。たまたまですよ、たまたま。ほんまか、絶対それあれでしょ、もう日課でしょ。夜中に私、え、10時半に寝るってやばくない？ドラマ見終わんなくない？あ、ドラマは9時か。え、でも10時間ドラマもあるよね。見終わらずに寝ちゃうじゃん。確かにさ、夜にさ会うとさ、起きてて頑張ってるってなんかなりそうだよね。確かに私も夜中やろうかな。私そう、どうなんだろう。偉いね。深夜の方がメンバー層高い。え、そうなの？やっば。うちの彼氏は結婚できないだっけ、見てる、ちょっと録画溜まってるけど。でもやばい、なんかさ、本当にさ、テレビ全然見てない、どうしよう、見たいテレビ。テレビと YouTube めっちゃ見た。 YouTube はね、たまにね、配信じゃない、ドボンしながら流してるんだけどさ、目覚めるよね夜中に。なんでみんな夜中に。深夜私起きれるかな、最近眠いんだ。もう1時半ぐらいだったらさ、シュパシュパしてきちゃって、なんかさ、コンタクトだから、コンタクトがもう乾きに乾いちゃって、え、何、怖い、やめて、え、何、アラームな、地震、何の音、いや怖いよ。そう、何の話してたか忘れちゃった。あ、ま、全然何でもなく、何でもない、何かの通知音でした。ごめんなさい、びっくりした。なんかさ、マジ南海トラフとかマジで怯えてる。個別な宣言、確かに。そうだよね、地震アラームとか怖いよね。お風呂、ここからお風呂沸くの？夜のドボンのご予定は、夜のドボンのご予定は、え、どう、みんなさ、なんかあの私のあのドボンのスケジュールの改善余地とかなんかあったら教えてほしい。ちょっと越した本がいいんじゃないみたいな、今ならあれです、なんか素直に聞きます。今なら何回って感じだけど、ユイリーさんどうしたの。あ、楽しくやれてるのはもう最高にありがとう。
なんかあの効率的な話、あの効率がもっともっとこうした方がさポイントとかいいんじゃないみたいな。そう、何口出してんだよってもしかしたら 言うかもしれない次から。このままでいいんじゃない。あ、そうなの、みんな何も言わないのか。本当、私その時間外もじゃあ今日も同じ感じでやるね。そうなんだよ、あとはね、ユッキーナのコメントさえ直ればねペキペキちゃんなんだけどさ、なんかさやっぱさコメントを見たらさ、なんかみんなもさ、おっユッキーナワンちゃんやってんじゃねとか思ってさやってくれたりするかなとかさ思うんですけど、そうそうそう、フルにやった方が、でも9時はボーナスタイムではないからゴールデンベッドだけど、10ボーナスタイムはなんかまあハートのね、みんなハートと相談しながらキュンって感じであのこうできる限りやれてくれた方があれかもしれない。そう、息切れするのが一番恥ずかしいじゃん。なんか最初だけユッキーのなんかめっちゃ元気やったのにさ、なんかどんどんさ手術ぼみしていくやんってなったらさちょっと恥ずかしいから、こう行こうね。無視？十ベッドタイムどうなんだろうね。ユッキーナじゃんけん強すぎ、ごめんじゃんけん強いんだ。そう、私はもう私は9時全力、10時12時はそう時間合わせしつつやりまくるですね。ちょっと訂正。そう、先行ズブズブパターンはいっちゃん恥ずかしいからさ、そうゴールデンベッドはユッキーナマジぶん回すからさ。ぶん回すね。ご飯ちゃんと食べてる。ひらがなキャスターさん、七もちありがとう。え、そうだからなくなっちゃうから、あの上手に使ってね。え、でそうで私はあのね言いたいのは、後半があの舞台があってあれだから、その時はって感じです。それまではもう私にもうドンとコイみたいな感じぐらいの勢いで私やるから、そうそうそう、ブンブンスの。でもね、昨日めっちゃゴールデンベッドタイム超負けて本当に泣きそうだった。助けろ、いや支えてくださいませみたいな。そう、あ、そっち？舞台出てくれる方なの？今ガクってなったやん。ね、10倍の時結構ねあれだよね。そう、もうブンブンブンだから。そうそうそう、ね、そう、とにかく私だってやばいよ、だって10ベッドのねもう早いもん、あの「おあの上がり」とかってさ、もうずっと OK をずっと連打、こうやってカカカカカカって連打してカカカカってもうすぐバンってババ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 ンってあのスタートボタンまでもう最短のスピードでやってる。みんな変わり、私の代わりに舞台なんか、えってことはさオミと出るってこと？ダメだよ、ズッキーナの晴れ舞台なんだからさ、ダメだからね、ズッキーナの晴れ舞台を邪魔しちゃう、イチャイチャするんだから。イチャイチャするんだからさ、大水戸さん、そこの間は邪魔しないでよね、みんな。キスし、あるかもしれないよ、もしかしたらマジ無理の私と大水戸のゲストの時キスシーンあるかもしれないから、わかんないよ、何も知らないけどね。え、わかる、59分台の時わかる、なんか57分でさもう一回切るかなとか思うよね。え、明日当落発表なの？
明日当落？え、明日当落ですか？そうなの？お肉生活がフォローしました、ありがとう。いちゃいちゃ心配が勝つんで、いや楽しみじゃん、だってさ、だってさって、いやだってさだよ。4時以降登録、じゃあ今からおまじない考えない、みんなで。あのもうか、もう多分確定してるからさ、表は動かないかもしれないけど、おまじないかけよ、おまじないのなんか言葉考えよう。じゃあなんてしたら当たるかな。また泣くの？泣かないよ。明日ドキドキだね。大落選祭り？いやー、当たりますように。岩小出島。何それ？やだやだ、行かないでください。そしたらほら、下がっちゃうじゃない？このままをキープしたいんですが。絶滅危惧種、ヤッホーって言ったいうおまじない。あ、そっか、おまじないの、いや違うよ、外したらおまじないのみんなの念力が足りなかったんだってこと。バルスナムアミダブルカウンセンポ、ガチやんガチやんガチやん。あ、そうだね、エリエリオーだね。みんな当たりますように、せーの、エリエリオーグレートブリテンおよびイギリスピピルピルマピピルマプリリンパえ、そうなの？マジで怖い子だ。反対から外れた音がした。嘘。あのあれしね、え、みんなはさ、あの握手会のさ抽選の前とかおまじないかけてるの？今ので落ちそう。ごめん。当たるかも、当たるって信じとかないと。いけるぷー、頑張るぷー、んぷーぽん。ちょっと今しんどいかもしれない、そのぶりっ子は。あ、そうそう、 iPad の抽選だよ、みんな大好き iPad 抽選。え、でもなんかさ、わかる、なんかさ、めっちゃわかる。トボン来た。あのさ、なんかさ、そう、あ、まあどうせ当たんないでしょって思って何も考えずにさって押した時の方がさ、当たるくない？私の実体験。いけるぷー、頑張るぷー、ぷー。あ、4つ押しのパターン、そういうこと。メンバー、やば、めっちゃそれプレッシャーって。私はね、いっとこだ、私は確かね、私もね、右から2番目左から2番目だった気がする。もうさ、前の人がさ、一人一個前の人がさ、バラパパッパパーってなった瞬間にさ、終わったって思いません？しかもその前の人が2連続でさ、タクタッタタタタクタタッタタってなった時、はい、終わったーってなるのね。ボタン関係ない説なの？ね、なるでしょ、みんな。もう諦めて押すよねね、当たるだろうって。じゃあ120連覇えぐいね。そうだよね、ね、並び直したくなるよね、わかるわかる。顔で、 iPad が顔で選んでるの？どういう基準？
ね、本当にもうさ心臓やばいよね、止まんなくなるよね。心臓止まってないか。ボタンの意味本当だよね。連番並ばないや。なんかね、そうあるよね、誰々の後に行くと当たることが多いとかさ。え、15枚で1個も、そんなことあるの。え、なんかやみそう。58連敗え、オンライン話からね結構厳しかったと思う。なんか当たる率わかんない、10名だからさ割と厳くなかったですか。スシロー枠が、そう、あでも全体的に参加する人も普段よりは少ないかな。うん、スタッフさんに誠意を出した。そうなの？そうなんだ。じゃあみんな、もしユッキーナの当たりたかったらスカイツリーさんの後ろに並んでみてください。え、あるよね35分の1って。え、ワンショット動画ね復活してほしい、確かに。うん、え、30枚だけど、あ、そういうこと、2枚やばいね。はーいって合図出しっぱなしどういうこと。こんばんはね、お話し会、お話し会追加カモン。めっちゃ光った顔が、見て見て、神々しすぎない、神々しいやばいって見て、神々しいね、天に召されそうな神々しさ。引き寄せの法則。どこぞの本部署。さっちゃんさん、お花ありがとう。どこにいるのか分かんない。こう一瞬浮上した。びっくりするよね。お、7時経っちゃった。本当だ。そうなのか。お話し会追加は決定はしてないけど、きっとあるっしょって思ってる。惜しい、看護さんじゃなくて農場さんだ。あやかんちゃん、コンペイトありがとう、久しぶり。え、みんなもし会ったらかまちさんバリバリカモンだよ。カモンカモンカモンベイベーですよ。好きやばい。そう、4月の、3月はないんだけど4月は大期待してる。私なかったらどうしよう。14日ない。14日ないから、そう。何？黄金シュワシュワって。ジンジャーエール的な？20日持ちした方がいいよ。しなかったらあれですよ。ねえ。そうだよ。ドボンのね、今回のやつが何事にもうまくいく方向に行けば、ね、いいね。次は9時から。でも私今日もうあのお風呂入ったので、ご飯そう、ご飯食べるだけだからもうずっとやってる。ビールやばい、大人の階段全然登れてなかった。ジンジャーエール、かわいいこと言っちゃった。あずち桃山でしたかね。お話ししたいね。やばいって、21なのにさ、ビールのことを言ってるやつジンジャーエールだなんて。キャッキャッ。
こんだけコメントしてると逆に恥ずかしい。なんで？もうあったじゃん。ひな人形飾ってな。お家にひな人形あるのかな。あざとい。わ、ドボン、頑張ろうみんな、ドボン。ゆきのちゃんやるぞってところ見せましょう。でも無理は禁物。ちゃんとあの尻すぼみじゃなくてね、こうパーって感じ、気持ちいい。あのこう 0.y=0.01x ぐらいでいきましょうのぐらいの気持ちでね。どんな顔をして握手すればいいか。2伝わったでしょみんな伝わったでしょみんなね。そう、わかった。2次関数で1個そう、1.01 か。 0.01 って減っちゃう。 0.01 ダメじゃん。 1.01x か。 1.01x ですね0.01 はさ、減ってしまうダメだログなの？ログなんだね、1.01 ですね。三角関数咲いた。コスモス、コスモス咲いた。減ってない？減ってない？だって 0.01 だったらさね。じゃけん 1.01 ぐらいの 01x ぐらいでいきましょう減りはしないの？嘘だ、ほんま？減らない？0.01？ 嘘。あ、そっか、ほんとだ、マイナスつかないと減らないのか。そうだね、グラフにすると減りやすい。そっかそっか、大丈夫大丈夫。お話し会ね、いろんな人いるから、もうゆきな体制ができてますね。どんな人が来てもそう、どんな人が来てもあの体勢ができてるから、もうどんな人でもカモンですよ。なんかなんだろう、例えばここにニキビできちゃったとかでもいいし体勢もう驚かない。驚くんですけど、もう気にしなくていいんですよってことです。ここにニキビできてても来ていいんですから。そう、どんな人いたの？え、みんないい人なんて言ったらいいの？今までで一番やばい人？え、やばい人はいなかった。なんかさ、あの面白い格好をしてる方はいらしたけど そう、びっくりしない、笑ってしまう、かわいいってなる本当にお腹が鳴っちゃった。めっちゃ聞こえた今みんなやばい人いないな。でも最初はね、びっくりしたの私。あ、白塗りはちょっとまだのびっくりしすぎて気絶するかもしれないお腹鳴った、最悪、恥ずかしい。録音待って最悪。そう、お腹空いてる。そうそうそう。え、だってさ、え、なんかさ、あのまだ私、あのでもああいう人は来たことないんですよ。よく握手会で見るさ、特攻服着てる人とかは見たことないそう、だからそういう人が来たらちょっとまだびっくりしちゃうかも。録画しないでよ
腹すいたの。だって運動してから食べてないんだもん。あ、特攻服を見たことある、ありますよ。あ、絶滅危惧種ですか。そうだ、そういう人いたらちょっとびっくりしすぎて戸惑ってしまうかもしれないですけど、そうだからもう何でも OK です、私。そう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 、いるよね、刺繍絶滅危惧種ってやばいね、なんか使ってそう、ヤンキーの人。え、いるじゃん、握手会に。特攻服やっぱレインボーじゃない。お話し会スクショすると、そうなんだ。シアンさん、タコさん、ありがとう。え、そうなの、坂道さんにいるの。そうだから、そういう人見るとちょっとびっくりしちゃうけど、なんかそれこそさ、なんだろう、自分と会ったことないさ人種の方ってたくさんいるじゃないですか、世の中に。そういう人たちってさ、けどもうね、私はね、よほどのことではびっくりしません。え、割と、え、でも私さ、私なる前の握手会とかでも見たよ、なんか、おお、いた、いる、すげーって。そうそうそう、あ、それで他国でのもう今やばい、私今一番くびれできてる時間です。そう、ユッキーナのヤンチーは、あの、悪いことする人がヤンチー。そんなことないか。なるほどね、 DD だからか。そう、学ランか、学生が来とるってことか。岡山はなんか卒業式にその文化があったけど、あのね、ダメって言われちゃって、その岡山駅に集まるのが。レインボーわかんない、適当に言っちゃった。そう、今めっちゃお腹空いてるからめっちゃ首である自信ある、今ならね。あ、成人式もいたよ、私ね、成人式車にで連れてってもらってたら、横からすごいオープンカーでなんか旗刺してブーンって言ってる特攻服集団いました。クール。そう、今ならお腹空いてるから。そう、期間限定かも。キラリンビームさん、ハートありがとう。いや、すごいんですよ、もうなんか祝誰誰成人みたいな、ほんまにすごい、関わったことないそんな人と。でも動画とか撮ったらもうなんか何されるか怖い、キンキン無理って。そう、ももかさんレベルちょっと無理かも。よし、じゃあね、そろそろドボン頑張ろうか。そうですね、じゃあランキングを読みたいと思います。え、そうそう、名前旗とかあるんだよ、ウォリアーダーンみたいな。よし、じゃあ読みます。ありがとうございました、しゃべりすぎました。13位、キラリンビームさん、ありがとうございます。12位、若潮さん、あっとドボン頑張ってるから、やってるユッキーナ見てもっとファンになったよ、ありがとうございます。やった。11位、さっちゅんさん、ありがとうございます。10位、かいすけさん、ありがとうございます。9位、サンタナミッチさん、あっと缶ビール開けよ、まだまだ飲めるしょ。飲みすぎ注意、ありがとうございます。8位、シュローケンさん、ありがとうございます。7位、ゲネス、あと7レンジャーさん、あ、間違って、ユッキレンジャーさん、ありがとうございます。6位、たくまさん、ありがとうございます。5位、ひらがなキャスターさん、ありがとうございます。4位、ひろきさん、ありがとうございます。3位、ケミストリーゆうさん、あっとお話し会土曜日以外お願いしてるか、頼む頼む。ありがとうございます。2位、あじさん、ありがとうございます。1位、けんさん、あっと香港のゆきなのトップオタクさん、
ありがとうございます。よし、ということでもう一回お腹が鳴りそうなのでご飯食べたいと思います。皆さん、じゃあまたね。ドボン頑張るぞ、エリエリ、おーバイバーイ。